私が立っているのがメインプレスセンターのエレベーターホールです。ご覧ください。各界に各国のメディアがずらりと入っております。リオオリンピックもいよいよ大会13日になりました。本日は日本勢が大活躍でした。とりわけ女子レスリングです。伊調選手が女子初の4連覇、初出場の東坂選手、土性選手もいずれも金メダルを獲得しました。3人とも試合の終盤に大逆転する凄まじい根性を見せました。卓球の男子団体では水谷選手が王者中国を相手に真っ向勝負に挑みました。大会も終盤に差し掛かりましたが、引き続き日本勢の活躍に期待したいと思います。はい、私は今メインプレスセンターの共用スペースにおります。こちらの写真は有名なキリスト像から眺めた利用市街の美しい光景です。さて、本日は非常にショッキングなニュースが入ってまいりました。ブラジルの警察当局が IOC 理事がチケットを不正に転売していた疑いがあるとして身柄を拘束したものです。 IOC はスポーツの公決性というものを掲げております。ドーピング違反にとても厳しくしているのは公決性を保つためです。まだ不決性チケットの転売の容疑については詳しいことが分かっておりませんが、もし本当のことならば IOC のイメージは非常に傷つくことになります。ロシアのドーピング違反に対する対応を含めて今大会は IOC の在り方というものが非常に問われているものがあります。はい、次回の東京オリンピックの開催都市として考えさせられるようなシーンがありました。金メダルを取ったブラジル選手と激しく競っていたフランス選手が表彰台に立った時にブラジル人の観客が一斉にブーイングを浴びせたのです。サッカーではブーイングを浴びせることそのものが観戦の一つのテーマになっておりますが、オリンピックムーブメントではお互いを尊重し合うものです。故にそういう状況では拍手をするというのが正しい姿だったのかもしれません。4年後開催都市となる私たちはどのような雰囲気を作り出せばいいのか、このテーマを通じて考えていきたいと思います。